きです。だから辛いんじゃない。もうしたくないな、はっきり言ってほしい。したくないわけじゃない、ね、いや、はっきり言ってよ。若い子とかとはやってるじゃん。やってんだ。どうも、野村クリービーです。本日のゲストはアルコ&ピースのお二人です。お願いします。お願いします。はい、今回ちょっとした実験企画なんで、やっぱ RP ぐらいの実力者になってほしいということで、はい、毎回じゃないですか。実験じゃなかったことない。漫才です、夫婦ドッキリ。なんだそれ、なんですかそれは。芸人のコンビは夫婦のようなものみたいな、はい、よく言いますよね。で、はい、その最近漫才してくれないじゃないっていう話を、うん、セックスレスの夫婦っぽく会話でやったらどうなるのかっていう実験企画です。はぁ、実験です。ラボですね、ここは。偽番組で呼び出したターゲットの楽屋で2人が急にどっちからかは聞かせるけど、最近してくんないよねって喧嘩し始めて、はいはい、できればやっぱなんかこうなんですかね、感動作で終わりたいぐらいですよ。感動作なりますこれ。感動作、勝手なこと言い過ぎじゃない。漫才でもだってやってるじゃん。まあ、でもだいぶ減ってますけどね。そうね、本当にちょっと減ってはいるから。意外に結構あれだもんね、どっちもさ、あのテレビタレントとして結構さ、スケジュール抑えられるような仕事多いもんね。ああ、そうですね、そのロケとか、はいはいはい、はい、確かに、うん、確かに減ってますね最近、うんうん、足りなくはなってきてるなって感じが、うん、溜まってはきてるな。溜まってね。さあ始まります。ターゲットはですね、女優の井ノ口さやさんです。21歳。おはようございます。平子です。お願いします。さあ、よろしくお願いします。どうも。おはようございます。お願いします。お願いします。何年目なんですか。うん、初めてお別れです。今日ほとんど初めてのお仕事です。これまでは何か、何をどんなことやってたんですか。もう短大に通ってて、卒業して上京して7月に事務所所属して、1回だけなんかドラマのエキストラみたいな感じの仕事をしたんですけど、本当に初仕事でこのドッキリ。初めてなんだ。はぁ、いいな、初めて。どうなんだろう。すいません、これ待ち時間とか結構ありますか。うまいな、酒井。あ、本当ですか。あるか、待ち時間がちょっとあるというのを確認して。出身福岡県です、はい、さっきの話の続きなんだけどさ、はい、さっきの話の続き。俺、俺、いいよ。いや、今いやいや、これちゃんとした方がいいって。今じゃないよ。いや、なんで最近してくれないの。今いいよ。今いいだろ。いや本当に。何を。何。なんでしてくれないの。ちゃんと理由。これテレビ初だと気づかないだろうな。多少疲れてるのもあるけど。いつもそうじゃん。さすがにちょっと。しなさすぎじゃない。他のみんなやってるって言うよ。だっていや、ロケもあるしさ、なんかその2人だけの時間取れるわけでもないし、毎回毎回が。またそうやって言うんだから。うますぎる。あ、さすが RP。 いやいや、立つけど。立たないでしょ。立つ気はあるよ。立つ気、私実際立つけど。舞台にね、そのタイミング。タイミングって何。ちょっと待って、こっちが立つときはそっちがとんでもないところに居合わせちゃったって顔してんだけど。俺も溜まってはいいのよ結構で、出したいし。ネタね、ネタね。ネタが溜まってるってことね。ちょっと擦りすぎじゃない。ネタをね、擦りすぎて飽きちゃっても。飽きてからじゃない。なんかいろんなやり方あるじゃん。だってあるのはあるんだけど、で擦りすぎて結局最初にだれんの。そっちじゃん。だれてるつもりないから。いや俺だってさ、今まで書きまくってさ。ネタをね。でそっちが
なんか適当にこすって垂れたらさ、俺だって嫌になるじゃん。書きたい。うますぎんだけど。こすりすぎて結果本番の時に硬くなりすぎるじゃんって。よく笑わねえでできんだこいつら。なんかそれで。こいつはすげえな。もうしたくないならはっきり言ってほしい。したくないわけじゃないのよ。いやはっきり言ってよ。若い子とかとはやってるじゃん。やってんだ。いや若い人は若い人のさそういう勢いがあるし、いっぱい動画見てるじゃん若い子の。知ってるよ。見てるでしょ。見てるでしょ。うますぎる。うん、見てるけどそれはだから若い子の勢いを。動画見るんだったらこっち大事にしてよ。動画ばっかり見て。ネタ動画ね。いやだからその動画を見ることによって刺激を受けて本当だ、その若手の硬さと俺らの擦りすぎの硬さってまた違うから。でもみんな年取ってもやってるじゃん。やってる人は、ね、みんながみんなじゃないじゃん。爆笑問題さんだってやってるじゃん。それは特別なんだって。変態じゃんあそこは。そこで酒井はさ、その一方的な意見じゃなくてこっちのことは魅力的に思ってんの？思ってるからやりたいんじゃん。嘘だね。思ってるからやりたいんじゃん。なんか全然なんか突っ込んでくれなくなったっていうか、なんか組んでるからやりたいんでしょ。違う違う、それは違う。好きだからやりたいんじゃなくて。いや違う。なんかさ、こっちが突っ込むことの方がさ後半多くて。好き違う。好き。いっぱい突っ込む。だって突っ込むって言っても口ばっかなんだよな。口でばっか突っ込んだってさ、俺が突っ込んでほしいところに突っ込んでくれないじゃん。だから対比するつもりないけど、酒井以外の人ってすごく突っ込んでくれんの。例えば誰？誰思い浮かべてんの？アキラとかそうだし。アキラって誰？川島。あの人すごいじゃん。じゃ俺も浅派だし、アキラも浅派だから。待って、アキラとやった？いや、 やってないよね。いや、その、いや、なんだろう、軽くっていうか。軽くって何？いや、だから軽くって何？途中ぐらいはあるけど、ちゃんと立ってやるっていうところまでは来てないから。どういうこと？ちょっと待ってよ、どういうことよ。なんでこうなっちゃったんだろうな。もう分かんなくなってきちゃった。いつからだろう。うますぎんな。ちょっとうますぎるわ。廊下でもやったじゃん。どこでもかしこでもやったじゃん。公園でもやったじゃん。夜の公園でさあんだけやってさ。ネタをね。あの頃と変わってない。嘘だね。本当だってさ、昔あの頃はさ、酒井から夜にさ電話かけてきて公園でやりましょうよって誘ってきたじゃん。今なんもないじゃん。だから擦りたい時にだけ擦って、擦りたくない時はさ、なんかこっちだって放って置かれてさ。あのそっちがさ何も言わなくたってこっちは溜まってる時めちゃくちゃ溜まってるからね。めっちゃ出したいんだからね。そっちが出させてくれない時だってあるじゃん。なんか自分勝手。なんかごめんって。トイレ、ね、ごめん。トイレ別に戻ってくるし。一緒に行きたい。ごめん。いい一回頭冷やそうよ。今そういう話するべき場所じゃないって。突っ込みたい、うん、いい、ね、突っ込みたい。いい、なんか言われると嫌だ。ごめんね、なんかこんなところで話すことじゃなかったけど、なかなかね、してくれなくて。まずいんだよ、言い方が。俺悪いのかな。でもなんかずっと変なんだよな、ここ数年とか。大事な人にあなたのことが大事って伝えるのってどうすればいいかな。でも直接言うのが一番いいと思います。なんだろう、好きって
伝わってるもんだと思ってたからさ、うん、それがうまく伝わってなかったのかなって。あ、改めて伝えるのもいいと思います、直接。じゃあさ、平子さん帰ってくるからさ、なんかまた帰ってきたら今みたいになっちゃうからさ、俺大事なこと伝えるからさ、あのきっかけなんかもらっていい？合図みたいな、うん、例えば好きな人になんかうまく伝えられないみたいな話の流れになったら、はい、俺うまいこと言うからその話に持ってって平子さんと、ね、いい？私が、あ、ごめんね、大丈夫です、ありがとう。うまいんだけど、倦怠期なんかさ潮時っぽくない？さあ井ノ口さんどうする？お互いそういうの隠しきれてないっていうか、うーん、お互い立ちたくても立てない、なんか出したくても出せない、なんかたまる一方っていうのはお互いにとってすごく良くないことだと思うし、うん、なんかこのコンビ間のなんか組合よりも他の人の方が気持ちよくなれるんだったらこの二人ではないのかなっていうのはちょっと思っちゃう。平子さん、ちょっといいですか？はい、私があんまりここで話すことではないと思うんですけど、勇気を出した井ノ口さん、うん、伝えたいことがあるみたいです。ん？あ、なんかいいか？あ、でも今ごめんなさい、今なんか今ずっと言ってたことでしょ。俺が今平子さんをどう思ってるか言うね、うん、好きです。だから辛いんじゃない？こっちも何やってんだよ。好きだけじゃさやっていけないことあると思うの。でも好きでいいじゃん、それさえあればいいじゃん。テクだって必要だし呼吸だって合わせたいし、お願い一回でいいから、お願い一回でいいからお願い、うん、でそれはだからそのうちやります。今やりたい、今やりたい、今だって見てるじゃん、今やりたい、人前でやることじゃないじゃん、今やりたいの、お願い、もう我慢できない、こんな話してたら一回でいいから、だって見てもらうことになっちゃうよ。それでもいいからお願い、お願い一回でいい、本当に見てほしいの、見てほしい、見ててほしいの、そっちの方がいい、ちゃんと突っ込む、突っ込む、いっぱい突っ込む。じゃあ一回やる？見ててもらおうよ。よいしょ。どうもどうもお願いしまーす。どうもお願いしまーす。アンビスでーす。今日も頑張ってね、漫才もやっていきたいと思いますけれども。いやね、こう見えても僕らね、うん、結構ね、若くは見られるんですよ、うん、だけどね、結構いい年してまして、僕39歳もう44歳になっちゃいましたね、意外と言ってるんですよ、ね、だからこんな大人になるとね、昔やった子供の頃の遊び、これ懐かしくなるなーなんて思うんですけどもね。ちなみに平子さん、昔どんな遊びしたの？僕ね、やっぱり初期のファミコン世代、めちゃめちゃやったファミコン、ね、その中でもね、スーパーマリオ、あれが一番大好きだった。これ知らない人いないでしょ、スーパーマリオね、うん、あ、懐かしいな、ちょっとやってみようか、やってみようか、懐かしい、勝ち、パラッパッパラッパッパッ、マリオこの音だわ、パッ二人であがた、違う、いやこの音歌詞ねえから、いやほらツッコミが浅いじゃん、やてねん結局さ全然ツッコまないじゃん、深いところまで、そうじゃないって、ちゃんとやって、今だって全力じゃない全力でやった、全力で突っ込んでないよ、いや全力でやってる、そっちがやりたかったんだからさ、せめて全力で突っ込んでくれればいいんじゃないほらこうじゃん、やったらやってるじゃん、自分がだれるじゃん、井上さん今のさだれてるように見えなかった？突っ込みがちょ
なんかこうやって擦れば擦るほどなんかだれちゃって本番に向けてだれちゃうんだよね。あと硬くなりすぎ、出したもん出せない。こっちだってさ、ネタ書きに書いてさ、いっぱいいっぱい溜まってるのに、それ出したいわけ。ちゃんと回収してる全部。でもこれじゃ2人の呼吸が合わなかったら出したいもんも出せないし。で、舞台に立ちたいっていう気持ちは一緒なんだね、2人は。全部回収してる。何この企画。だって本番に向けてさ、慣れちゃったりさ、硬くなりすぎちゃったりしてさ、いいことないの。で、今もやった結局のところさ、ツッコミが浅いでしょ。今なんか自分がやりたい時だけじゃん。あと終わった後すぐタバコ吸うし、あれすごく嫌だ。自分のやりたいことだけやってすぐタバコ吸うじゃん。ごめん、すごい嫌だ。ごめん、すごくなんか独りよがりな感じがする。こういうのってさ、第三者から見たらどうすればいいと思う？でもな、私から見たら仲はすごく良さそうに見えます、お二方の。でもこっちがやりたいだけだよ。都合いい時にだけやりたくて。でも酒井さんは多分平子さんのことすごく好きだと思います。なんで？さっきおっしゃってました。さっきって？なんで言う？平子さんがちょっと部屋出た時にこっそり教えてくださいました。裏で言ったの？え、本気でちゃんと言ってた？言ってました。なんかふざけ半分とかじゃなくて？真面目に見えました。じゃあもう一回やる？やる？やろやろ、うん、ちゃんといっぱい深くまで突っ込んだよ。はい、江口さんもう一回見ててもらってもいい？はい、漫才の頑張ってやっていきましょう。頑張っていきましょうよ、ね。はい、ちょっと聞いてほしいんですけども、ね、うん、僕らね結構若くは見られるんですけどもね、うん、いい年になりまして、僕39歳僕44歳、ね、意外と言ってるんですこれね。こんないい大人になるとね、うん、昔の子供の頃の遊びなんか懐かしいなって思うんですよね。思いますよね。ちなみに平子さん昔どんな遊びしたの？僕はねやっぱりね、初期のファミコン世代ですから。めちゃめちゃやったファミコン。その中でもね、一番最初のスーパーマリオ、まあ、これ知らない人いないでしょ。ちょっとやってみましょうか、うん、勝ちパラパラパラ。マリオはこの音よ。二人で。ちょ、平子さん、ちょ。いや、この音歌詞ないから。歌詞ついてそんなメロディーないから。なんだ今の二人であったってないよ。ゲームできないよ、集中できないわ、そんなんじゃ。そんな世界観あるボケされたら。素敵だよ、かっこよすぎて。メロメロになっちゃうよ、そんなんやってたら。ゲームに集中できないよ。勘弁してくれよ。ちゃんと漫才やっててよかったわ俺。こんな綺麗な声で歌われたらメロメロになっちゃうよ。メロメロでゲームやっちゃうわ。ちょっと待って。何よ何よ。ツッコミ長いからいっぱい深くまで刺さる。終了です。いつもこれ終了です。お疲れ様でした。ありがとうございました。ました。ありがとうございました。じゃあ、漫才レスドッキリっていう。わかる。1年目の子わかんない。それだタイトル言われてもわかるわけないじゃん。漫才をしてくれないっていう2人が揉め、芸人コンビが揉め始めるっていうドッキリだったんですけど、びっくりしました。なんかもう覚えてないです。ただね、本当ね。うますぎる。いやそれはそれで問題あるうますぎるんだけど。泣きそうになってましょう途中。なんかあでもよかったです。なんか安心しました。あ、本当に仲悪いんじゃなくてね、うん、本当に2人の仲を取り持とうとしてくれてよかった。素敵だった。だからちょっと我々もちょっとあの1年目の初仕事っていうのを最初に聞いて、ちょっとやってこの企画やっていいかどうかっていう。そうですよ。でも勇気出してね言ってくれた。いや本当、ね、すごい素敵だったあの人と。めちゃくちゃ素敵でした。いやこれ不思議とね、途中から本気で腹立って本気で腹立ってんなみたいな感じにはなってきます。確かに